ラッシックセンチュリーセッション。永田レイナのナビゲートラシックセンチュリーセッション。さあ、スタジオに戻ってきました。改めまして、今日のゲストをご紹介しましょう。竹原ピストルさんです。よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。お世話になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。はじめましてですね。はじめましてですね。ここスタジオラシックに来ていただくのも初めて。初めて来ました。はい。ちょっとびっくりでした、それが。はい。うん、そうですね。今回初めてで、本当に。はい。もう、本当にもう今日、めちゃめちゃお会いできるの楽しみにしていました。ですか、本当ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。さあ、竹原ピストルさんをお迎えして楽しい時間過ごしていきたいと思います。はい、どんな風にこの時間過ごしていくかと言いますと、じゃん、トランプトークというのをやっていきたいなと思うんですね。はい。まあ、今日竹原ピストルさんにトランプ1枚か2枚引いていただきまして、その引いたトランプにある番号によってどんなお話をするかが決まってきます。題してトランプトークサースデイエディション。ちなみに今日ご用意した話題こちらです。1番、これだけは手放せませんっていうものを教えてください。2番、こちらツイッターでご質問いただいていました、葉っぱさんから、ピストルさんが幸せだなと思う瞬間教えてください。3番、一日だけ好きな職場で職場体験ができるとしたら。4番ジョーカー、これは私が個人的に竹原さんに聞きたいことを聞いちゃおうかなと思います。そして5番、こちらワイルドカードというのがありまして、こちらは1番から3番もしくはジョーカー、まあ好きなお題を竹原ピストルさんが選ぶことができます。はい、では早速参りましょう。1枚引いてください、どうぞ。じゃあ行っちゃっていいですか。はい、じゃあこいつかな。はい、引きました。もう3番、うん、3番ですね。3番、一日だけ好きな職場で職場体験ができるとしたら、スタート。職場体験というよりは、リトライリベンジってことなのかもしれないですけど、はい、18、19ぐらいの時に洋服が畳めないくせに洋服屋さんでバイトし始めたことがあったんですよ。洋服が畳めない、畳めないのに、はい、畳めないのに洋服屋でバイトし始めて、洋服屋のママさんに服も畳めないくせに、うん、なんで服屋でバイトしようと思ったんだってボロッカス怒られて、もうそんな終わってるよって、あんた話になんないよ、バー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 叱られて、はい、めっちゃ叱られているところを洋服屋のマスターが割って入ってくださって、うん、まあまあまあと、人間向き不向きがあるからって割って入ってくれて、入ったそのバイト入ったその次の日から僕の仕事は犬の散歩と、そのマスターママさんのお子さん3人の子守りをすることが僕の仕事になって、犬の散歩と子守りで2年弱そういうことで働かせてもらったことがあるんですよね。それで、まあ、僕も音楽活動を始めまして、はい、まあ、ツアーとかで自分で洗濯するようにもなったし、ピチッと洗濯物畳めるようになったから、もう一回あの洋服屋さんに行って、はい、俺ちゃんと畳めるようになったんでもう一回雇ってくださいって1日だけやりたい。もうツッコミどころがあるんですけど、どこからツッコんでいいか分かんないですけど、もうお洋服屋さん、しかも要は2年やってたんですね。それがもうその時は北海道の、はい、のどかな、まあ、漁師町の、うん、洋服屋さんだったんですけどね、まあ、だからならではだと思うんですよね。もうやっぱり北海道の皆さん その心の広さというか、はい、ゆったりとした感じが、それも2年弱の勤務期間につながったんだと思うんですけど、もう修行期間ですよね。修行期間だけど、やっぱりそれだけに子供相手はすごい上手くなりましたよね。はい、今日この子機嫌悪い日だから肩車してやってとか、段ボールで家を作ってあげたりとか、基地を作ってあげたりとかして、そういう遊びをしてましたね。お子さんの扱いをお洋服屋さんのアルバイトで学ぶってなかなかできないことですからね。まあ、もう一回ちゃんと畳めるようになりましたよ。ちょっと一回、そうですよね、一日だけですからね、はいはい、ちょっとなんかね、機会あればいいのになと思ってしまいますけどね。失礼しました。ではもう一枚いきましょう。もう一枚引いてください、どうぞ。それじゃあこれにします。では発表します。お、これ1エースですか、1ってことですかね。1番ですね。はい、これだけは手放せませんっていうものを教えてください、スタート。はい、手放せない、
まあ、いつも持っているのはやはり、ノートブックですかね。メモ帳と、まあ、筆記用具がいつも持っていて、まあ、今日のライブは何歌おうかなってセットリストをメモしたり、あとこう即興性のかけらもない人間なので、今日は MC ライブ中の MC ここでこういうことを喋ってってネタを考えてメモしたりとか、あとふとポコって思い浮かんだフレーズをメモしたりとか、そのフレーズを重ねて歌詞になったらそういう1曲分こうやって書いたりとかは、大体全部そのノート旅持って歩いてる、ノートでやってるんで、なんかうまく言えないですけど、この頭蓋骨の外側にポロってこう出た、はい、脳みそのかけらみたいな、ね、はい、覗かれるのも恥ずかしいような、そういう存在ですね、ノートは。お前、じゃあ体の一部になっているぐらいの、もうなんかそんなイメージではありますね。その一冊、まあ、普通のそのね、あのノートブックだと思うんですけれども、はいはい、大体どのくらいの、まあ頻度で新しく買ってっていう風にするんですか。やっぱりあのこのライブのセットリストを、書くっていうのがありますんで、はい、ライブが多い年は結構もうバー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 使っちゃいますよね。なんか結構、まあ、時期によるんですけど、僕年間280本とか、そうですよね、とんでもないペースでライブやってたんで、そういう時とかもバン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 もう使ってたような感じはしますね。それはやっぱちょっと手放せない必需品で、ほんで高校生の時ぐらいからオリジナルソング書き始めてますけど、やっぱ高校時代の大昔のそのノートとかも一応家にあるんですよね、これもう中を見るとそれはもううすら寒い内容のポエムが並んでて俺的には処分したいです、こんなのはもう恥ずかしいと、はい、もう恥ずかしいから捨てたいけど、もしゴミ捨て場で誰かひょんなきっかけで拾ったりしてそのうすら寒いポエムを見られたらどうしようというのも懸念がありまして、はい、まあ、別の意味でそういった意味でそれはそれで手放せないものにはなってしまう。あ、なるほど人目にまずさらされたくないっていう気持ちもね、はい、黒歴史ファイルというなんかもういやでもそれ見たいないやきついですよ本当に。なんか、写真の中に写真の中の君にっていう、はい、もううすら寒いラブソングが書いてあった。いいんじゃないですか。この顔で高校時代も大体この顔ですから、この顔で写真の中の君にってもうきついっすよ本当に。これは見られちゃいかんと思って、はい、もう本当に、そんな感じですかね。書くことが多ければ多いほどそれだけこう見られたくないものというのも生まれてくるわけですね。そうですね、本当心の中覗かれるような恥ずかしさがありますね。いやでもね、今私もそうですけど、スマホのメモ帳とかにピピピってこうメモしてしまう時代で、ちゃんとこうノートにペンで書いてっていうのはやっぱりすごいなあ。そうか、ね、やっぱり携帯を使われますか。携帯のメモがもうすごいですね。あ、なるほど。バーッと書いちゃうので、なんかもうベタ、すごいベタな話かもし、物いいかもしれませんけど、なんか書かないと覚えなくならないですか。そうなんですよそう本当にそうで、書くっていうその行為で脳にそのインプットしてるっていう部分は確かにあるんだろうなって。なんかこんな話も聞いたりして、だったらまあまああんまりにも大変なことだったら、なんかワープロとか使うんでしょうけど、はい、まあなるべく書こうって自分も無理くり心がけてることではあるんですけどね。そうですね、ぜひ皆さんも参考にしてみてくださいでは、そんな竹原ピストルさんには後半もいろいろお話伺っていきたいと思いますが、この辺りで1曲お届けしましょう、はい、では曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。竹原ピストルで Forever Young という歌。ラシックセンチュリーセッション、本日は竹原ピストルさんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。さあ竹原ピストルさん、4月5日にニューアルバム、はい、ピースアウトをリリースしました、はい、まあ、アルバムとしては2015年11月にリリースしたユース以来となるということで、そうですね、まあ、でもそこからこうようそこの若いのとかが CM ソングに使われたりですとか、はい、あと、フォーエバーヤングね、先ほどお届けした、フォーエバーヤングがこうドラマのエンディングとしてまあ起用されたりとか、本当にこうどん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 その竹原ピストルさんのその名前と音楽がこう世の中にまあ徐々にじわじわと広がってきてるような気がするんですが、ご自身ではいかがですか。そうっすね、今までなかったことなんですけど、ライブの時にステージに上がっていって登場しただけで拍手をいただけるようになりましたね、はい、割とここまでは僕出てってもシーンとしてるんですけど、出てっただけでおーっていう感じになるようにはなってきたような気がするんですよね。これ僕の中ではかなり大きな、
はい、変化だったですね。あ、でもそれまでの方も、はい、その拍手してこなかった人たちも、はいはい、おおって思っていたけど、なんかしていいのかわからない、なんかその空気が、独特な空気があったんじゃないですかね。そうだったんですかね、なんかって思ってしまう。こう僕のライブ見に来てくださる方は、うん、もうただ出てきたぐらいじゃ拍手してくれないシビアさがあるというふうな解釈であったんですけどねなんというかね、そのキャラピストルさんのライブってこう、ウェイって盛り上がるのとまた違うじゃん。ああ、まあそうかもしれないですね。まあギュッと聞いてくれ、うん、でも場所によるっすかね。場所によってはお客さんの9割が激烈な酔っ払いとかそういうのありますから、うん、ねーみたいなのありますから。ああ、なるほど。場所によりますけど、はい、そうですね。そうか、ライブでじゃあそれは実感する部分が、うんね、でそれこそこれからツアーが始まるんで、うん、その時にああこういうとこ変わったかもっていうのを発見できるのかもしれないですけど。あ、はい、じゃあそういう意味ではまたこれから回る場所も非常に楽しみに、ね、楽しみですね、はい、なってきますよね、はい、うん、さあそして、まあ、去年公開された映画「長い言い訳」にも、はい、まあ、役者さんとして出演されていて、こちらで日本アカデミー賞助演男優賞を受賞。これ私も見させていただきましたけれども、うん、ありがとうございます。なんかやっぱりもうそのお父さんの役じゃないですか、はいはい、そこのそのなんかこお子さん子供たちと子役の方とのそのコミュニケーションの取り方とかがやっぱりもうすごく自然で、はい、それがあのお洋服屋さんでのアルバイトで生きているとは思えなかったです。それが今日初めて、ああなるほどなって思ってしまいました。あれのおかげで、いやいや照れくさかったですけど ね、なんか授賞式の映像とかも後ほど見たんですけど、うん、なんかこうなんか一人だけズバ抜けで頭蓋骨がでかいような気がして俺顔でけえなと思いながら見てたんですけど、いやいやいや、もう圧倒的な存在感で、しかも役が結構もう大変そうなね、感情をバーッと出す役だったじゃないですか。だから竹原さんもそういう方なのかなと思っていたら、うん、あのインタビュー記事読んだら、はい、なんか実はそうでもないみたいな。そうですね、うん、なんか映画、まあ、下手っぴだけど役者業するのが何が楽しいかって、やっぱり一言で言うと別人になりきれることで、うん、で、まあ、さっきおっしゃってくださったけど、あの自分普段感情のままにダーンって怒鳴ったりとか、うん、人ぶん殴ったりとか、あの意外としないんですよ、うん、一切したことがないんですよ。だけど、まあ、役をいただいて台本に、まあ、怒鳴って果物ぶん投げるとか、うん、息子ぶん殴るとか、うん、そういうふうに書いてあったら、まあ、変な言い方だけどやらなきゃいけないじゃないですか、うん、でうわーって怒鳴ってみたりとかして、初めてあ俺怒るとこうなるんだって自分を発見するというか、あ怒るとこうなるのか、泣くときこんな顔で泣くのかとかを、まあ、役をいただいて初めて気づいたみたいなのも多かったんで、それちょっと楽しかったっすね。新しくこう自分の中で発見できる部分もあった、はい、あったっすね。あこんなんなんだと思って、本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。まあ、そんなねお忙しい中、今回のピースアウトというアルバムがリリースされましたけれども、はい、うん、なんか音楽ってこういろんな聴き方あるじゃないですか、はい、例えばもうじっくり聴く時もありますし、うん、もうお部屋でこう BGM として何かをしながら聴くっていうのこともあると思うんですけど、はい、このピースアウトは BGM には私できなかったですね。もう聴きってそのつもりでいつもそのこの仕事をやっているとやっぱゲストさん迎えるので、はい、前日にお家で CD をかけるんですけど、で他のことしようと思ったんですけど、やっぱりなんかいろんなものが気になってしまって、言葉とかが、で歌詞カード開いてもうそこからアルバム聴き終わるまで動けなかったですね。 ありがとうございます。良い意味で、いい意味でなんか作業の妨げになっちゃったんじゃないかと思ってそれだけこうじっくりなんか聴き入ってしまう。いやいや嬉しいです、それは本当にありがとうございます。ご自身でも今回一番の自信作だっていうふうにおっしゃってましたけど、ね、そうですね。でもやっぱりまあ作品出す以上は毎回毎度のことなんかこれが自信作であり最高傑作だって思っているもんではあるんですけど、まあこれまでの作品ってまあ作って完成した後に次はもうちょっとこうした方がいいかもなっていう改善点がちょっと見出されたりとかするんですが、まあ今回のこのピースアウトに関してはもうこれでいいじゃんっていうなんか、うん、これはとある一つの何らかのこう完結編としてリリースして次から
新しいというか新しいものづくりをしていこうってそういう気持ちになれる一枚だったですね。だからなんかまあ変な話がそう聞きながらなんか作業しながらでもパーッと BGM として聴ける曲だって僕もやってみたいし、うん、ギュッと聴いてもいただける曲も書きたいしっていろいろやっていきたいなって思える、うん、もう一つのスタート地点になったかなと思ってますね。あとなんかもうこれだけその歌っている人の、はい、なんだろう、まあ人間性といいますか人生が詰まったアルバムっていうのに久々に出会いました。あ、本当ですか。すごくこう、うん、パーソナルな部分が表現されてますよね。そうですね。なんかやっぱりどこか自分自身が経験してたり身に覚えがあったり直接触れたことがあるとかそういう経験がある感情を、並べて歌詞にしてっていうことじゃないとなんかどうにもこうにもこう歌に体重が乗らないというんですかね。なんかいまいちニュアンスはピンときてないけれどもとりあえず歌詞としてそれを歌ってみたってなると自分でもなんか歌った気も気になれないしましてや人に何かが伝わるとも思えないしっていうのもあって確かにそのパーソナルな部分が出てきてしまうところはあるんですけどね。だからその、まあ、言葉一つ一つに本物感といいますか、まあ、リアリティだったり、なんだろう、だからその曲を聴いて例えばそのママさんそういった北海道デイズとかっていう曲も収録されてるんですけど、はい、その曲とかもう自分はもちろんその場にいなかったのに、はい、その竹原ピストルさんがもちろん感じたこと見たものっていうのがこの曲になってると思うんですけど、はい、その音楽を通して自分もその同じ体験をしているかのような錯覚に陥るっていうか、あ、そうよりリアリティを感じる。いや嬉しいです、ありがとうございます。それは嬉しいですね、すごいアルバムだなって ありがとうございます、ぜひなのでたくさんの方に聴いていただきたいです、4月5日からリリースされていますニューアルバム Peace Out、 ぜひ聴いてください。いきます。さあ、そんな竹原ピストルさんのこれからの予定チェックしていきましょう。まず4月25日に名古屋市内某所でフリーライブがあります。フリーライブ、これまたたくさんの方が集まりそうですからね。お願いします。詳しい場所などはオフィシャルホームページをチェックしてください。そして来月から全国弾き語りツアーピースアウトがスタートします。このエリアでは5月24日水曜岐阜県柳瀬アンツ、そして5月25日木曜三重県松阪マクサ、そして5月27日土曜静岡県浜松窓枠、28日日曜今池徳蔵、さらに6月26日日曜名古屋クラブクアトロでシオンさんとのツーマンライブがあります。はい、こちらあの東海エリアでの、まあ、弾き語りツアー、はい、ではこちらチケット全てソールドアウト。そうなんですよね、ありがたいことにそのようなことになっていて、でそれでいてですね、はい、まだあの告知はしていないのですが、今年もう一発あの名古屋で あのライブが決定しているんで、もしよろしかったら遊びに来てほしいなと思っております。ぜひ足を運んでください、はい、そして明日ミュージックステーションに出演はい M ステいやいやいや、もう借りてきた猫とはどういうものかを皆さんにお見せしようと思いますこれ私もすごく楽しみ今日お話ししている方が明日どんな感じで M ステに出るんだろうなと思うと す, すごく楽しみです、まあ本当に竹原ピストルさんの音楽がたくさんの方にもっともっと届けほしいなって、私もどの立場から言ってるんだって話ですけど、アルバム聞いてすごく思ったので、ありがとうございます、楽しみにしていますよろしくお願いします。さあ、あっという間のお時間、そろそろお別れとなってしまいました、はい、またお待ちしてますので、よろしくお願いします。ぜひお越しください。ありがとうございます。ラシックセンチュリーセッション、今日のゲスト竹原ピストルさんをお迎えしました。竹原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。それでは最後に一曲お届けしながらお別れです。では曲紹介お願いします。はい、すごくお世話になっているライブバーが池下下にありまして、ぐるぐるというライブバーがあるんですが、このマスターというのはそこのぐるぐるのマスターがモデルになってます、ほんじゃ聞いてください。竹原ピストルでマスターポーグスかけてくれ。かなり大きな変化だったですね。あ、でもそれまでの方も、はい、その拍手してこなかった人たちも、はいはい、おーって思っていたけど、なんかしていいのかわからない、なんかその空気が独特な空気があったんじゃないですかね。そうだったんですかね、なんかって思ってしまう。こう僕のライブ見に来てくださる方は、もうただ出てきたぐらいじゃ拍手してくれないシビアさがあるというふうな解釈であったんですけどね
なんというかね、そのキャラピストルさんのライブってこう、ウェイって盛り上がるのとまた違うじゃん。ああ、まあそうかもしれないですね。まあギュッと聞いてくれ、うん、でも場所によるっすかね。場所によってはお客さんの9割が激烈な酔っ払いとかそういうのありますから、ねえみたいなのありますから。ああ、なるほど。よりますけど、はい、そうですね。そうか、ライブでじゃあそれは実感する部分が。うんでそれこそこれからツアーが始まるんで、うん、その時にああこういうとこ変わったかもっていうのを発見できるのかもしれないですけど、あ、はい、じゃあそういう意味ではまたこれから回る場所も非常に楽しみに、ね、楽しみですね、はい、なってきますよね、うん、さあそして、まあ、去年公開された映画長い言い訳にも、はい、まあ、役者さんとして出演されていて、こちらで日本アカデミー賞助演男優賞を受賞、これ私も見させていただきましたけれども、本当ですか、ありがとうございます。なんかやっぱりもうそのお父さんの役じゃないですか、はいはい、そこのそのなんかお子さん子供たちと子役の方とのそのコミュニケーションの取り方とかがやっぱりもうすごく自然で、はい、それがお洋服屋さんでのアルバイトで生きているとは思えなかったです。それが今日初めて、ああなるほどなあれのおかげで、いやいや照れつらかったですけど ね、なんか授賞式の映像とかも後ほど見たんですけど、うん、なんかこうなんか一人だけズバ抜けで頭蓋骨がでかいような気がして俺顔でけえなと思いながら見てたんですけど、いやいやいや、もう圧倒的な存在感で、しかも役が結構もう大変そうなね、うんうん、感情をバーッと出す役だったじゃないですか。そうですね、だから竹原さんもそういう方なのかなと思っていたら、うん、インタビュー記事読んだら、はい、なんか実はそうでもないみたいな。そうですね、うん、なんか映画、まあ、下手っぴだけど役者業するのが何が楽しいかって、やっぱり一言で言うと別人になりきれることで、うん、で、まあ、さっきおっしゃってくださったけど、自分普段感情のままにダーンって怒鳴ったりとか、うん、人ぶん殴ったりとか意外としないんですよ、うん、一切したことがないんですよ。だけど、まあ、役をいただいて台本に、まあ、怒鳴って果物ぶん投げるとか、うん、息子ぶん殴るとか、うん、そういう風に書いてあったら、まあ、変な言い方だけどやらなきゃいけないじゃないですか、うん、でうわーって怒鳴ってみたりとかして初めて、あ、俺怒るとこうなるんだって自分を発見するというか、あ、こう怒るとこうなるのか、泣くときこんな顔で泣くのかとかを、まあ、役をいただいて初めて気づいたみたいなのも多かったんで、それちょっと楽しかったっすね。新しくこう自分この顔ですから、この顔で写真の中の君ってもうきついっすよ本当に。これは見られちゃいかんと思って、はい、もう本当に、そんな感じ、まあ、書くことが多ければ多いほどそれだけこう見られたくないものというのも生まれてくるわけでね。そうですね、本当心の中覗かれるような恥ずかしさがありますね。いやでもね、今私もそうですけど、スマホのメモ帳とかにピピピってこうメモしてしまう時代で、はい、ちゃんとこうノートにペンで書いて、うん、っていうのはやっぱりすごいなと思ってしまいますね。あ、そうか、ね、あ、やっぱり携帯を使われますか。携帯のメモがもうすごいですね。あ、なるほど。バーッと書いちゃうので、なんかもうベタ、すごいベタな話かもし、うん、物言いかもしれませんけど、なんか書かないと覚えなくならないですか。そうなんですよそう、本当にそうで、書くっていうその行為で脳にそのインプットしてるっていう部分は確かにあるんだろうなって、なんかそんな話も聞いたりして、うん、だったらまあまああまりにも大変なことだったら、うん、なんかワープロとか使うんでしょうけど、はい、まあなるべく書こうって自分も無理くり心がけてることではあるんですけどね。そうですね、うん、ぜひ皆さんも参考にしてみてくださいでは、そんな竹原ピストルさんには後半もいろいろお話伺っていきたいと思いますが、このあたりで1曲お届けしましょう、はい、では曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。竹原ピストルで Forever Young という歌、ラシックセンチュリーセッション、本日は竹原ピストルさんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お世話になります、よろしくお願いします。さあ竹原ピストルさん、4月5日にニューアルバム、はい、ピースアウトをリリースしました、はい、まあ、アルバムとしては2015年11月にリリースしたユース以来となるということで、そうですね、まあ、でもそこからこうようそこの若いのとかが CM ソングに使われたりですとか、はい、あと、うんうん、フォエバーヤングね、先ほどお届けした、はい、フォエバーヤングがこうドラマのエンディングとしてまあ起用されたりとか、本当にこうどん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 その竹原ピストルさんのその名前と音楽がこう世の中にまあ徐々にじわじわと広がってきてるような気がするんですが、ご自身ではいかがですか。そうっすね、今までなかったことなんですけど、ライブの時にステージに上がっていって登場しただけで
拍手をいただけるようになりましたね、はい、割とここまではこう僕出てってもシーンとしてるんですけど、出てっただけでおーっていう感じになるようにはなってきたような気がするんですよね。これ僕の中ではかなり大きな、はい、変化だったですね。あ、でもそれまでの方も、はい、その拍手してこなかった人たちも、はいはい、おーって思っていたけど、なんかしていいのかわからない、なんかその空気が、独特な空気があったんじゃないですかね。そうだったんですかね、なんかって思ってしまう。こう僕のライブ見に来てくださる方は、うん、もうただ出てきたぐらいじゃ拍手してくれないシビアさがあるというふうな解釈であったんですけどねなんというかね、そのキャラピストルさんのライブってこう、ウェイって盛り上がるのとまた違うじゃん。あー、まあそうかもしれないですね。まあギュッとラッシュセンチュリーセッション、永田レイナのナビゲートラシックセンチュリーセッション。さあ、スタジオに戻ってきました。改めまして今日のゲストをご紹介しましょう。竹原ピストルさんです。よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。お世話になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。はじめましてですね。はじめましてですね。ここスタジオラシックに来ていただくのも初めて。初めて来ました。はい、ちょっとびっくりでした、それが。はい、そうですね、今回初めてで本当に、はい、もう本当にもう今日めちゃめちゃお会いできるの楽しみにしていました。本当ですか、本当ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。さあ、竹原ピストルさんをお迎えして楽しい時間過ごしていきたいと思います。はい、どんな風にこの時間過ごしていくかと言いますと、うんうん、じゃん、トランプトークというのをやっていきたいなと思うんですね。はい、まあ今日竹原ピストルさんにトランプ1枚か2枚引いていただきまして、その引いたトランプにある番号によってどんなお話をするかが決まってきます。題してトランプトークサースデイエディション。ちなみに今日ご用意した話題こちらです。1番、これだけは手放せませんっていうものを教えてください。2番、こちらツイッターでご質問いただいていました、葉っぱさんから、ピストルさんが幸せだなと思う瞬間教えてください。3番、一日だけ好きな職場で職場体験ができるとしたら4番ジョーカー、これは私が個人的に竹原さんに聞きたいことを聞いちゃおうかなと思います。そして5番、こちらワイルドカードというのがありまして、こちらは1番から3番もしくはジョーカー、まあ好きなお題を竹原ピストルさんが選ぶことができます。はい、では早速参りましょう。1枚引いてください、どうぞ。じゃあいっちゃっていいですか。はい、じゃあこいつかな。はい、引きました。3番、うん、3番ですね。3番、1日だけ好きな職場で職場体験ができるとしたら、スタート。職場体験というよりは、リトライ、リベンジってことなのかもしれないですけど、はい、18、19ぐらいの時に洋服が畳めないくせに、うん、洋服屋さんでバイトし始めたことがあったんですよ畳めないのに、はい、畳めないのに洋服屋でバイトし始めて、洋服屋のママさんに服も畳めねえくせに、うん、なんで服屋でバイトしようと思ったんだってボロッカス怒られてもうそんな終わってるよって、あんた話になんないよ、バー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 叱られて、はい、めっちゃ叱られているところを洋服屋のマスターが割って入ってくださって、うん、まあまあまあと、人間向き不向きがあるからって割って入ってくれて、うん、入ったそのバイト入ったその次の日から僕の仕事は犬の散歩と、そのマスターママさんのお子さん3人の子守りをすることがというか、なんかもういやでもそれ見たいないやきついですよ本当に。なんか写真の中に、写真の中の君にっていう、はい、もううつら寒いラブソングが書いてあったいいんじゃないですかこの顔で、高校時代も大体この顔ですからこの顔で写真の中の君にってもうきついっすよ本当に。これは見られちゃいかんと思って、はい、もう本当に、そんな感じ、まあ、書くことが多ければ多いほどそれだけこう見られたくないものというのも生まれてくるわけでね。そうですね、本当心の中覗かれるような恥ずかしさがありますね。いやでもね、今私もそうですけど、スマホのメモ帳とかにピピピってこうメモしてしまう時代で、はい、ちゃんとこうノートにペンで書いて、うん、っていうのはやっぱりすごいなあ。そうっすか ね、 ね、あ、やっぱり携帯を使われますか。携帯のメモがもうすごいですねあーなるほど、バーッと書いちゃうので、なんかもうベタ、すごいベタな話かもし、うん、物言いかもしれませんけど、なんか書かないと覚えなくならないですか。そうなんですよそう本当にそうで、書くっていうその行為で脳に
そのインプットしてるっていう部分は確かにあるんだろうなって、なんかそんな話も聞いたりして、うん、だったらまあまああまりにも大変なことだったら、うん、なんかワープロとか使うんでしょうけど、はい、まあなるべく加工って自分も無理くり心がけてることではあるんですけどね。そうですね、うんうんうん、ぜひ皆さんも参考にしてみてくださいでは、そんな竹原ピストルさんには後半もいろいろお話伺っていきたいと思いますが、このあたりで1曲お届けしましょう、はい、では曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。竹原ピストルで Forever Young という歌。ラシックセンチュリーセッション、本日は竹原ピストルさんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。さあ竹原ピストルさん、4月5日にニューアルバム、はい、ピースアウトをリリースしました、はい、まあ、アルバムとしては2015年11月にリリースしたユース以来となるということで、うん、そうですね、まあ、でもそこからこう要素この若いのとかが CM ソングに使われたりですとか、はい、あと、うんうん、フォエバーヤングね、先ほどお届けした、はい、フォエバーヤングがこうドラマのエンディングとしてまあ起用されたりとか、本当にこうどん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 その竹原ピストルさんのその名前と音楽がこう世の中にまあ徐々にじわじわと広がってきてるような気がするんですが、ご自身ではいかがですか？そうっすね、今までなかったことなんですけど、ライブの時にステージに上がっていって登場しただけで拍手をいただけるようになりましたね、はい、割とここまでは僕出てってもシーンとしてるんですけど、出てっただけでおーっていう感じになるようにはなってきたような気がするんですよね。これ僕の中ではかなり大きな、はい、変化だったですね。あ、でもそれまでの方も、はい、その拍手してこなかった人たちも、はいはい、おーって思っていたけど、なんかしていいのかわからない、なんかその空気が、独特な空気があったんじゃないですかね。そうだったんですかね、なんかって思ってしまう。こう僕も3番、うん、3番ですね。3番、1日だけ好きな職場で職場体験ができるとしたら、スタート。職場体験というよりは、リトライ、リベンジってことなのかもしれないですけど、はい、18、19ぐらいの時に洋服が畳めないくせに、うん、洋服屋さんでバイトし始めたことがあったんですよ洋服が畳めない、畳めないのに、はい、畳めないのに洋服屋でバイトし始めて、洋服屋のママさんに服も畳めないくせに、うん、なんで服屋でバイトしようと思ったんだってボロカス怒られてもうそんな終わってるよって、あんた話になんないよ、バー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 叱られて、はい、めっちゃ叱られているところを洋服屋のマスターが割って入ってくださって、うん、まあまあまあと、人間向き不向きがあるからって割って入ってくれて、入ったそのバイト入ったその次の日から僕の仕事は犬の散歩と、そのマスターママさんのお子さん3人の子守りをすることが僕の仕事になって、犬の散歩と子守りで2年弱そこで働かせてもらったことがあるんですよね。それで、まあ、僕も音楽活動を始めまして、はい、まあ、ツアーとかで自分で洗濯するようにもなったし、ビチッと洗濯物畳めるようになったから、もう一回あの洋服屋さんに行って、はい、俺ちゃんと畳めるようになったんでもう一回雇ってくださいって言って1日だけやりたいもうツッコミどころがどこからツッコんでいいか分かんないですけどもうお洋服屋さん、しかもよう2年やってたんですね。だからそれがもうその時は北海道の、はい、のどかな、まあ、漁師町の、うん、洋服屋さんだったんですけどね、まあ、だからならではだと思うんですよね、はい、もうやっぱり北海道の皆さんのその心の広さというか、はい、ゆったりとした感じがその2年弱の勤務期間につながったんだと思うんですけど、もう修行期間ですよね。修行期間だけどやっぱりそれだけに子供相手はすごい上手くなりましたよね。あ、はい、ね、今日この子機嫌悪い日だから肩車してやってとか、あ、はい、段ボールで家を作ってあげたりとか基地を作ってあげたりとかしてそういう遊びをしてましたね。お子さんの扱いをお洋服屋さんのアルバイトで学ぶってなかなかできないことですからね。そうですね、まあ、もう一回ちゃんと畳めるようになりましたよはちょっと一回、そうですよね、一日だけですからね、はいはい、ちょっとなんかね機会あればいいのになと思ってしまいますけどね、はい、失礼しました。ではもう一枚いきましょう。もう一枚引いてください、どうぞ。それじゃあこれにします。では発表します。お、これ1エースですか、1ってことですかね。1番ですね、はい、これだけは手放せませんっていうものを教えてください、スタート。はい、手放せない、
まあ、いつも持っているのはやはり、ノートブックですかね。メモ帳と、まあ、筆記用具いつも持っていて、まあ、今日のライブは何歌おうかなってセットリストをメモしたり、あとこう即興性のかけらもないっていう部分は確かにあるんだろうなって、なんかそんな話も聞いたりして、だったらまあまああまりにも大変なことだったら、なんかワープロとか使うんでしょうけど、まあ、なるべく書こうって自分も無理くり心がけてることではあるんですけどね。そうですね、ぜひ皆さんも参考にしてみてくださいでは、そんな竹原ピストルさんには後半もいろいろお話伺っていきたいと思いますが、このあたりで1曲お届けしましょう、はい、では曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。竹原ピストルで Forever Young という歌。ラシックセンチュリーセッション、本日は竹原ピストルさんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。さあ、竹原ピストルさん、4月5日にニューアルバム、はい、ピースアウトをリリースしました、はい、うん、まあ、アルバムとしては2015年11月にリリースしたユース以来となるということで、うん、そうですね、まあ、でもそこからこう「ようそこの若いの」とかが CM ソングに使われたりですとか、はい、あと、うんうん「フォーエバーヤング」ね、先ほどお届けした「フォーエバーヤング」がこうドラマのエンディングとしてまあ起用されたりとか、うんね、本当にこうどん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 その竹原ピストルさんのその名前と音楽がこう世の中にまあ徐々にじわじわと広がってきてるような気がするんですが、ご自身ではいかがですか？そうっすね、今までなかったことなんですけど、ライブの時にステージに上がっていって登場しただけで拍手をいただけるようになりましたね割とここまでは僕出てってもシーンとしてるんですけど、出てっただけでおーっていう感じになるようにはなってきたような気がするんですよね。これ僕の中ではかなり大きな変化だったですね。あ、でもそれまでの方も、はい、その拍手してこなかった人たちも、はいはい、おーって思っていたけど、なんかしていいのかわからない、なんかその空気が独特な空気があったんじゃないですかね。そうだったんですかね、なんかって思ってしまう。こう僕のライブ見に来てくださる方は、うん、もうただ出てきたぐらいじゃ拍手してくれないシビアさがあるというふうな解釈であったんですけどねなんというかね、そのタキャラピストルさんのライブってこう、ウェイって盛り上がるのとまた違うじゃん。ああ、まあそうかもしれないですね。まあギュッと。ラシックセンチュリーセッション。永田レイナのナビゲートラシックセンチュリーセッション。さあ、スタジオに戻ってきました。改めまして今日のゲストをご紹介しましょう。竹原ピストルさんです。よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。お世話になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。はじめましてですね。はじめましてですね。ここスタジオラシックに来ていただくのも初めて。初めて来ました。はい、ちょっとびっくりでした、それが。うん、そうですね、今回初めてで本当に、はい、もう本当にもう今日めちゃめちゃお会いできるの楽しみにしていました。本当ですか、本当ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。さあ、竹原ピストルさんをお迎えして楽しい時間過ごしていきたいと思います、はい、どんな風にこの時間過ごしていくかと言いますと、うん、この頭蓋骨の外側にポロってこう出た脳みそのかけらみたいな、もう覗かれるのも恥ずかしいようなそういう存在ですね、脳とは。もうじゃあ体の一部になっているぐらいの、なんかそんなイメージではありますね。その一冊、まあ普通のそのね、あのノートブックだと思うんですけれども、大体どのくらいのまあ頻度で新しく買ってっていう風にするんですか？やっぱりあのこのライブのセットリストを、書くっていうのがありますんで、ライブが多い年は結構もうバーバー使っちゃいますよね。なんか結構、まあ、時期によるんですけど、僕年間280本とか、そうですよね、とんでもないペースでライブやってたんで、そういう時とかもバンバンもう使ってたような感じはしますね。それはやっぱちょっと手放せない必需品で、ほんで高校生の時ぐらいからオリジナルソング書き始めてますけど、やっぱ高校時代の大昔のそのノートとかも一応家にあるんですよね、これもう中を見るとそれはもううつら寒い内容のポエムが並んでて俺的には処分したいです、こんなのはもう恥ずかしいと、はい、もう恥ずかしいから捨てたいけど、もしゴミ捨て場で誰かひょんなきっかけで拾ったりしてそのうつら寒いポエムを見られたらどうしようというのも懸念がありまして、はい、まあ別の意味でそういった意味でそれはそれで手放せないものにはなってしまう。あ、なるほど人目にまずさらされたくないっていう気持ちもね、はい、黒歴史ファイルというなんかもういやでもそれ見たいないやきついですよ本当に。なんか、写真の中に「写真の中の君に」っていう、はい、もううつら寒いラブソングが書いてあったいいじゃん
ないですか。この顔で高校時代も大体この顔ですから、この顔で写真の中の君ってもうきついっすよ本当に。これは見られちゃいかんと思って、はい、もう本当に、そんな感じですか、ね。まあ、書くことが多ければ多いほどそれだけこう見られたくないものというのも生まれてくるわけでね。そうですね、本当心の中覗かれるような恥ずかしさがありますね。でもね、今私もそうですけど、スマホのメモ帳とかにピピピってこうメモしてしまう時代で、ちゃんとこうノートにペンで書いてっていうのはやっぱりすごいなあ。そうっすかね。あ、やっぱり携帯を使われますか。携帯のメモがもうすごいですね。あ、なるほど。バーッと書いちゃうので、なんかもうベタ、すごいベタな話かもし、物言いかもしれませんけど、なんか書かないと覚えなくならないですか。そうなんですよ。そう、本当にそうで、書くっていうその行為で脳にそのインプットしてるっていう部分は確かにあるんだろうなって。なんかそんな話も聞いたりして、だったらまあまああまりにも大変なことだったら、なんかワープロとか使うんでしょうけど、まあなるべく書こうって自分も無理くり心がけてることではあるんですけどね。そうですね、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。では、そんな竹原ピストルさんには後半もいろいろお話を。なんというかね、その竹原ピストルさんのライブってこう、ウェイって盛り上がるのとまた違うじゃん。ああ、まあそうかもしれないですね。まあギュッと聞いてくれ、でも場所によるっすかね。場所によってはお客さんの9割が激烈な酔っ払いとかそういうのありますからねえみたいなのありますから。ああ、なるほど。場所によりますけど、そうですね。そうか、ライブでじゃあそれは実感する部分が、でそれこそあのこれからツアーが始まるんで、その時にああこういうとこ変わったかもっていうのを発見できるのかもしれないですけど。ああ、じゃあそういう意味ではまたこれから回る場所も非常に楽しみに、ね、楽しみですね、はい、なってきますよね、さあそして、まあ、去年公開された映画「長い言い訳」にも、まあ、役者さんとして出演されていて、こちらで日本アカデミー賞助演男優賞を受賞。これ私も見させていただきましたけれども、本当ですか。ありがとうございます。なんかやっぱりもうそのお父さんの役じゃないですか、はいはい、そこのそのなんかこお子さん子供たちと子役の方とのそのコミュニケーションの取り方とかがやっぱりもうすごく自然で、はい、それがあのお洋服屋さんでのアルバイトで生きているとは思えなかったんです。それが今日初めて、ああ、なるほどなって思ってしまいました。あれのおかげで、いやいや照れつかったですけど ね、なんか授賞式の映像とかも後ほど見たんですけど、なんかこうなんか一人だけズバ抜けで頭蓋骨がでかいような気がして俺顔でけえなと思いながら見てたんですけど、いやいやいや、圧倒的な存在感で、しかも役が結構もう大変そうなね、感情をバーッと出す役だったじゃないですか。だから竹原さんもそういう方なのかなと思っていたら、あのインタビュー記事読んだら、なんか実はそうでもないみたいな。そうですね、なんか映画、まあ下手っぴだけど役者業するのが何が楽しいかって、やっぱり一言で言うと別人になりきれることで、で、まあ、さっきおっしゃってくださったけど、あの自分普段感情のままにダーンって怒鳴ったりとか、人ぶん殴ったりとか、あの意外としないんですよ、一切したことがないんですよ。だけど、まあ、役をいただいて台本に、まあ、怒鳴って、果物ぶん投げるとか、息子ぶん殴るとか、そういうふうに書いてあったら、まあ、変な言い方だけどやらなきゃいけないじゃないですか。でうわーって怒鳴ってみたりとかして、初めて、あ、俺怒るとこうなるんだって自分を発見するというか、ああ、こう怒るとこうなるのか、泣くときこんな顔で泣くのかとかを、まあ、役をいただいて初めて気づいたみたいなのも多かったんで、それちょっと楽しかったっすね。新しくこう自分この顔ですから、この顔で写真の中の君ってもうきついっすよ本当に。これは見られちゃいかんと思って、もう本当に、そんな感じ、書くことが多ければ多いほどそれだけこう見られたくないものというのも生まれてくる。そうですね、本当、ね、心の中覗かれるような恥ずかしさがありますね。いやでもね、今私もそうですけど、スマホのメモ帳とかにピピピってこうメモしてし、はい、なんというかね、その竹原ピストルさんのライブってこう、ウェイって盛り上がるのとまた違うじゃん。ああ、まあそうかもしれないですね。まあギュッと聞いてくれ、でも場所によるっすかね。場所によってはお客さんの9割が激烈な酔っ払いとかそういうのありますからねえみたいなのありますから。ああ、なるほど。場所によりますけど、はい、そうですね。そうか、ライブでじゃあそれは実感する部分が、でそれこそあのこれからツアーが始まるんで、その時にああこういうとこ変わったかもっていうのを発見できるのかもしれないですけど。じゃあそういう意味ではまたこれから回る場所も非常に楽しみに、ね、楽しみですね、はい、なってきますよね、さあそして、まあ、去年公開された映画「長い言い訳」にも、はい、まあ
役者さんとして出演されていて、こちらで日本アカデミー賞助演男優賞を受賞。これ私も見させていただきましたけれども、本当ですか、ありがとうございます。なんかやっぱりもうそのお父さんの役じゃないですか、はいはい、そこのそのなんかお子さん子供たちと子役の方とのそのコミュニケーションの取り方とかがやっぱりもうすごく自然で、はい、それがあのお洋服屋さんでのアルバイトで生きているとは思えなかったんです。それが今日初めて、そうそう、ああなるほどなって思ってしまいました。あれのおかげで、いや照れつかったですけど ね、なんか授賞式の映像とかも後ほど見たんですけど、うん、なんかこうなんか一人だけズバ抜けで頭蓋骨がでかいような気がして俺顔でけえなと思いながら見てたんですけど、いやもう圧倒的な存在感で、しかも役が結構もう大変そうなね、感情をバーッと出す役だったじゃないですか。だから竹原さんもそういう方なのかなと思っていたら、あのインタビュー記事読んだら、なんか実はそうでもないみたいな。そうですね、なんか映画、まあ下手っぴだけど役者業するのが何が楽しいかって、やっぱり一言で言うと別人になりきれることで、で、まあ、さっきおっしゃってくださったけど、あの自分普段感情のままにダーンって怒鳴ったりとか、人ぶん殴ったりとか、あの意外としないんですよ、一切したことがないんですよ。だけど、まあ、役をいただいて台本に、まあ、怒鳴って、果物ぶん投げるとか、息子をぶん殴るとか、そういうふうに書いてあったら、まあ、変な言い方だけどやらなきゃいけないじゃないですか。でうわーって怒鳴ってみたりとかして、初めて、あ、俺怒るとこうなるんだって自分を発見するというか、ああ、こう怒るとこうなるのか、泣くときこんな顔で泣くのかとかを、まあ、役をいただいて初めて気づいたみたいなのも多かったんで、それちょっと楽しかったっすね。新しくこう自分この顔ですから、この顔で写真の中の君ってもうきついっすよ、本当にこれは見られちゃいかんと思って、はい、もう本当に、そんな感じ、まあ、書くことが多ければ多いほどそれだけこう見られたくないものというのも生まれてくるわけでね。そうですね、本当心の中覗かれるような恥ずかしさがありますね。いやでもね、今私もそうですけど、スマホのメモ帳とかにピピピってこうメモしてしまうことができます、はい、では早速参りましょう。一枚引いてください、どうぞ。じゃあ行っちゃっていいですか。はい、じゃあこいつかな。はい、引きました。お、3番、うん、3番ですね。3番、1日だけ好きな職場で職場体験ができるとしたら、スタート。職場体験というよりは、リトライ、リベンジってことなのかもしれないですけど、はい、18、19ぐらいの時に洋服が畳めないくせに、洋服屋さんでバイトし始めたことがあったんですよ洋服が畳めない、畳めないのに、はい、畳めないのに洋服屋でバイトし始めて、洋服屋のママさんに服も畳めないくせに、なんで服屋でバイトしようと思ったんだってボロカス怒られてもうそんな終わってるよと、あんた話になんないよ、バー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 叱られて、めっちゃ叱られているところを洋服屋のマスターが割って入ってくださって、まあまあまあと、人間向き不向きがあるからって割って入ってくれて、入ったそのバイト入ったその次の日から僕の仕事は犬の散歩と、そのマスターママさんのお子さん3人の子守りをすることがというか、なんかもういやでもそれ見たいないやきついですよ本当に。なんか写真の中に、写真の中の君にっていう、はい、もううつら寒いラブソングが書いてあったいいんじゃないですかこの顔で、高校時代も大体この顔ですから、この顔で写真の中の君にってもうきついっすよ本当に、これは見られちゃいかんと思って、はい、もう本当に、そんな感じ、まあ、書くことが多ければ多いほどそれだけこう見られたくないものというのも生まれてくるわけでね。そうですね、本当心の中覗かれるような恥ずかしさがありますね。いやでもね、今私もそうですけど、スマホのメモ帳とかにピピピってこうメモしてしまう時代で、ちゃんとこうノートにペンで書いてっていうのはやっぱりすごいなあ。そうっすかね。あ、やっぱり携帯を使われますか。携帯のメモがもうすごいですね。あ、なるほど。バーッと書いちゃうので、なんかもうベタ、すごいベタな話かもし、ものいいかもしれませんけど、なんか書かないと覚えなくなんないですか。そうなんですよそう、本当にそうで、書くっていうその行為で脳にそのインプットしてるっていう部分は確かにあるんだろうなって。なんかそんな話も聞いたりして、だったらまあまああまりにも大変なことだったら、なんかワープロとか使うんでしょうけど、まあなるべく書こうって自分も無理くり心がけてることではあるんですけどね。そうですね、
ぜひ皆さんも参考にしてみてください。では、そんな竹原ピストルさんには後半もいろいろお話伺っていきたいと思いますが、このあたりで1曲お届けしましょう。では曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。竹原ピストルで Forever Young という歌。ラシックセンチュリーセッション、本日は竹原ピストルさんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。楽しみにしていました。本当ですか、本当ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。さあ、竹原ピストルさんをお迎えして楽しい時間過ごしていきたいと思います、はい、どんな風にこの時間過ごしていくかと言いますと、じゃん、トランプトークというのをやっていきたいなと思うんですね。はい、まあ今日竹原ピストルさんにトランプ1枚か2枚引いていただきまして、その引いたトランプにある番号によってどんなお話をするかが決まってきます。題してトランプトークサースデイエディション。ちなみに今日ご用意した話題こちらです。1番、これだけは手放せませんっていうものを教えてください。2番、こちらツイッターでご質問いただいていました、葉っぱさんから、ピストルさんが幸せだなと思う瞬間教えてください。3番、一日だけ好きな職場で職場体験ができるとしたら。4番ジョーカー、これは私が個人的に竹原さんに聞きたいことを聞いちゃおうかなと思います。そして5番、こちらワイルドカードというのがありまして、こちらは1番から3番もしくはジョーカー、まあ好きなお題を竹原ピストルさんが選ぶことができます、はい、では早速参りましょう。1枚引いてください。どうぞ。じゃあ行っちゃっていいですか。はい、じゃあこいつかな。はい、引きました。お、3番、うん、3番ですね。3番、1日だけ好きな職場で職が、はい、職場体験ができるとしたら。スタート。職場体験、職場体験というよりは、リトライ、リベンジってことなのかもしれないですけど、はい、18、19ぐらいの時に洋服が畳めないくせに、洋服屋さんでバイトし始めたことがあったんですよ。洋服が畳めない、畳めないのに、はい、畳めないのに洋服屋でバイトし始めて、洋服屋のママさんに服も畳めねえくせに、なんで服屋でバイトしようと思ったんだってボロカス怒られて、もうそんな終わってるよと、あんた話になんないよ、バー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 叱られて、めっちゃ叱られているところを洋服屋のマスターが割って入ってくださって、まあまあまあと、人間向き不向きがあるからって割って入ってくれて、入ったそのバイト入ったその次の日から僕の仕事は犬の散歩と、そのマスターママさんのお子さん3人の子守りをすることがというか、なんかもういやでもそれ見たいな。いやきついですよ本当に。なんか写真の中に、写真の中の君にっていう、はい、もううっすら寒いラブソングが書いてあった。いいんじゃないですか。この顔で高校時代も大体この顔ですから、この顔で写真の中の君にって、もうきついっすよ本当に。これは見られちゃいかんと思って、はい、もう本当に、そんな感じ。まあ書くことが多ければ多いほど、それだけこう見られたくないものというのも生まれてくるわけですね。そうですね、本当心の中覗かれるような恥ずかしさがありますね。いやでもね、今私もそうですけど、スマホのメモ帳とかにピピピッとメモしたりとか、そのフレーズを重ねて歌詞になったら、そういう曲分こうやって書いたりとかは、大体全部そのノート、旅持って歩いてる、ノートでやってるんで、なんかうまく言えないですけど、この頭蓋骨の外側にポロってこう、はい、出た、うん、脳みそのかけらみたいな、はい、もう覗かれるのも恥ずかしいような、うん、そういう存在ですねノートは。お前じゃあ体の一部になっているぐらいの、もうなんかそんなイメージではありますね。その一冊、まあ、普通のそのね、うん、ノートブックだと思うんですけれども、はいはい、大体どのくらいの、うん、まあ頻度で新しく買ってっていう風にするんですか。やっぱりこのライブのセットリストを、うん、書くっていうのがありますんで、はい、ライブが多い年は結構もうバー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 使っちゃいますよね。うん、なんか結構、まあ、時期によるんですけど、僕年間280本とか、そうですよね、とんでもないペースでライブやってたんで、そういう時とかもバン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 もう使ってたような感じはしますね。それはやっぱちょっと手放せない必需品で、うん、ほんで高校生の時ぐらいからオリジナルソング書き始めてますけど、うん、やっぱ高校時代の大昔のそのノートとかも一応
家にあるんですよね、うん、これもう中を見るとそれはもううつら寒い内容のポエムが並んでて俺的には処分したいです。こんなのはもう恥ずかしいと、はい、もう恥ずかしいから捨てたいけど、もしゴミ捨て場で誰かひょんなきっかけで拾ったりしてそのうつら寒いポエムを見られたらどうしようというのも懸念がありまして、はい、まあ、別の意味でそういった意味でそれはそれで手放せないものにはなってしまう。あ、なるほど。人目にまずさらされたくないっていう気持ちもね、はい、黒歴史ファイルというかなんかもういやでもそれ見たいな。いやきついですよ本当に。なんか、うん、写真の中の君にっていう、はい、もううつら寒いラブソングが書いてあったんです。いいんじゃないですか。この顔で高校時代も大体この顔ですから、この顔で写真の中の君にってもうきついっすよ本当に。これは見られちゃいかんと思って、はい、もう本当に、そんな感じ、まあ、書くことが多ければ多いほどそれだけこう見られたくないものというのも生まれてくるわけでね。そうですね、本当心の中覗かれるような恥ずかしさがありますね。いやでもね、今私もそうですけど、スマホのメモ帳とかにピピピってこうメモしてしまう時代で、はい、ちゃんとこうノートにペンで書いてっていうのはやっぱりすごいなあ。そうですか ね、 あ、やっぱり携帯を使われますか。携帯のメモがもうすごいですね。あ、なるほど。バーッと書いちゃうので、なんかもうベタ、すごいベタな話かもし、うん、ものいいかもしれませんけど、なんか書かないと覚えなくならないですか。そうなんですよ。そう、本当にそうで、書くっていうその行為で脳にそのインプットしてるっていう部分は確かにあるんだろうなって。なんかそんな話も聞いたりして、うん、だったらまあまああまりにも大変なことだったら、うん、ま、なんかワープロとか使うんでしょうけど、はい、意外としないんですよ、うん、一切したことがないんですよ。だけどまあ役をいただいて台本にまあ怒鳴って、果物ぶん投げるとか、うん、息子ぶん殴るとかそういうふうに書いてあったら、まあ、変な言い方だけどやらなきゃいけないじゃないですか、うん、でうわーって怒鳴ってみたりとかして初めて、あ、俺怒るとこうなるんだって自分を発見するというか、あ、こう怒るとこうなるのか、泣くときこんな顔で泣くのかとかを、まあ、役をいただいて初めて気づいたみたいなのも多かったんで、それちょっと楽しかったっすね。新しくこう自分の中で発見できる部分もあった、はい、あったっすね。あ、こんなんなんだと思って、本当に素晴らしかったです。ありがとうございます、まあ、そんなねお忙しい中、今回のピースアウトというアルバムがリリースされましたけれども、はい、うん、なんか音楽ってこういろんな聴き方あるじゃないですか、はい、例えばもうじっくり聴く時もありますし、うん、もうお部屋でこう BGM として何かをしながら聴くっていうのこともあると思うんですけど、はい、このピースアウトは BGM には私できなかったですね。もう聴き入ってそのつもりでいつもそのこの仕事をやっているとやっぱゲストさん迎えるので、はい、前日にお家で CD をかけるんですけど、はい、で他のことしようと思ったんですけど、やっぱりなんかいろんなものが気になってしまって、言葉とかが、で歌詞カード開いてもうそこからアルバム聴き終わるまで動けなかったですね。 ありがとうございます。良い意味で、いい意味でなんか作業の妨げになっちゃったんじゃないかと思ってそれだけこうじっくりなんか聴き入ってしまう。いやいや嬉しいです、それは本当にありがとうございます。ご自身でも今回一番の自信作だっていうふうにおっしゃってましたけど、ね、そうですね。でもやっぱりまあ作品出す以上は毎回毎度のことなんかこれが、うん、と自信作であり最高傑作だって思っているもんではあるんですけど、まあこれまでの作品って、まあ、作って完成した後に次はもうちょっとこうした方がいいかもなっていう改善点がちょっと見出されたりとかするんですが、うん、まあ、今回のこのピースアウトに関してはもうこれでいいじゃんっていう、なんか、うん、これはとある一つの何らかのこう完結編としてリリースして次から、うん、と新しいというか新しいものづくりをしていこうってそういう気持ちになれる一枚だったですね。だからなんか、まあ、変な話がそう聞き流すなんか作業しながらでもパーッと BGM として聴ける曲だって僕もやってみたいし、うんうん、ギュッと聴いてもいただける曲も書きたいしっていろいろやっていきたいなって思える、うん、もう一つのスタート地点になったかなと思ってますね、うんうんうん、あとなんかもうこれだけその歌っている人の、うん、なんだろう、まあ人間性といいますか人生が詰まったアルバムっていうのに久々に出会いました。あ、本当ですか、うん、すごくこうパーソナルな部分が表現されてますよね。うん、そうですね。なんかやっぱりどこか自分自身が経験